おはようございます。いつも元気に週末釣り部会です。この間雪あったんですけど、雪完全に溶けましたね。よかったです。まだもう少しここで釣りができそうです。昨日ね、風が強くてびっくりしましたね。家が飛んでくんじゃないかってぐらいすごい風吹いてましたけど、今日は一転静かな渓流です。さあ懲りずにフライフィッシング頑張っていきたいと思います。北海道十勝のフライフィッシングです。今日は巻いたビーズヘッド、ゴールドリブ、ヘアーズヤーニンフ家から持ってきました。よし、水もあれですね、今時期は綺麗に澄んでますね。あ、魚一匹逃げてきましたよ。そっちに魚が泳いでませんかね。これだん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 長いの緩い方にねありしてきますから、いつもねその木に引っ掛けてました。あ、今日風ないから、この間風あってこっち投げなかったんですよね。いいじゃないですか今日は。よし、はい、あら一投目で来ましたよ。一投目で来ましたけど、何ですかこれ、この小さいやつは。あららら、一投目から来ました。もうちょい言いますね、一投目から来ましたよ。ただめちゃめちゃ小さいです。めちゃめちゃ小さい。これダメですね、小さすぎて。ここの魚も結構私いじめてますからね。どんな感じかな、来てくれるかダメか、でもいないですね。さあここのポイントをやってみましょう。お、いたね。それも浮きに食いついてきたよ。ここのやついつも浮きに食いついてくるな。なんなんだ、浮きに食いついてきて、それで終了。あ、あそこにまたいましたよ。よいしょ、来た来ました、来てくれましたよ。はい、よし、はい、はい、来ました。うぅ、いいやつですね。見てください、これ。これ、いいやつが来てくれました。サードだ、最高の、おっといったー、ふう、あ、変なとこ行っちゃった、だ、あ、外れたか、ふう、ちっきしょう、いたねー、いたけどダメだった、入られちゃった、こんなとこ、ダメダメ、やっぱりこういうとこですね、いるのね。忘れちゃいましたけどね、いた逃げられた、やっぱり
いやいやいや、ね、相手の方が上手だった。でもいますね。いや、あそこに入られてるな、参ったな。向こうの方が上手だったな。ね、いいとこに入ればいますよね。